いらないんだよね。終わってんだから。で、なんか、今日も、香川が、今やってんのかやってないのか知らないけど、その中間報告なのか終了報告なのかわからないけど、それが来たんだよ。来たの。で、香川が、なんでね、切られる配信者は、好かれる努力をしないのかみたいな放送をやってんだって、やってたんだって。今やってたのかやってんのか知らないけど、どっちかなんだよ、まあ。ね。なんでさ、配信者がさ、好かれる努力をしなくちゃいけねえんだよ、まず。いや、そこがまずわからないよ。なんでわざわざさ、そのさ、みんなに気遣いながら話して、何、好かれる努力、芸能人じゃあるまいし、何を好感度とか気にして、こうやって放送しなきゃいけないの。意味がわからないんだけど。なんで好感度気にすんの。意味がわからん。でもね、それ人間の考えが出てて、香川自身の考えが出てて、なんで好感度気にして放送すると思う？簡単なんだよ。あいつは金だよ。ある？好かれるように努力して、そんで、ね、媚び打って、媚びへずらって、そんでペコペコして金が欲しいから。みんなから1円でもね、多くの金が欲しいから、だって自分に利益がなければ絶対そんなね、いち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 みんなに好かれようなんて思わないもん。嫌われようとは思わないよ。嫌われようとは思わないけど、努力する必要がないでしょ。いい人キャンペーン。そのくせ、ね、身近の女の子はぶっ飛ばしちゃうっていう。すごいよね。本当に。ツーバックいらっしゃい。お前だけいい人キャンペーンしてるよ。人気でねえし。疲れてない香川は。香川のこと嫌いな人間なんて、ただ凶暴的なだけじゃなくて、香川は凶暴じゃないだけであってね。香川のアンチってのは凶暴じゃなくて、香川のこと嫌いな人間なんていっぱいいるよ。ただはっきり言うよ、お前に興味ない人間の方が多いんだよ。俺とかはね、俺に興味ある人間が多くて、ね、その中に好き嫌いがあるっていうだけであって、お前の場合は嫌いな人間もいるけど、な、お前に興味ない人は過半数とかまあ多くいるんだよ。だからお前の閲覧数ってのはクソみたいな閲覧数しかいないんじゃん。主がいらっしゃい。今月残り38万稼がせてくださいって言ってんの？何？ 38 万も稼げねえの？今月残り38万。何それ？クソだろ。さあ、たりやして。今月さ、残り38万稼がせてくださいじゃないよね。恵んでくださいにすればいいんじゃないの？だよな、リスナーからお金をもらってるわけだから、リスナーからアイテムをもらって、それを稼がせてください。違うだろ？支援してくださいとか、ね？アイテム投げてくださいじゃないの？何稼がせてくださいって。お前が何やってんの？どうせさ、なんかこう、テーブルの上でさ、なんかまともな放送もできねえようにマイクやってさ、ここでさ、何？なんか飯食いながら、くっちゃくちゃくちゃくちゃ音させながら、飯食ってるだけだろ。そんで、でんがらまんがなって言って太鼓叩いて、で、裏では女叩いて。そうだろ？それだけだろ？稼がせるじゃない。お前がやってることって稼ぎじゃないんだよ。しのぎじゃないの、お前のやってるのっつうのは。リスナーから支援を受けてるだけだから。アポロいらっしゃい。俺がやってることもそうだし、香川がやってること、これを稼ぐ？舐めんなよ、バカ。仕事ってそんな甘いもんじゃねえぞ。マジで。バカだろ。あいつやっぱ、仕事したことねえんだろうな。まあ、あんなクソバーしかやったことねえんだからな。本当に。大阪の恥。その通りだ。バカだろ。これは収入ではあると思うよ。もちろん。皆さんからアイテムもらって、そのアイテムの半分がもらえるんだから、収入ではないと、あると思うけど、これが仕事とか稼ぎって言ってる点でバカだと思うよ。仕事をしてる人をバカにするなと思うよね。正直。一生懸命汗水垂らして仕事をしてる人たちに、これが稼ぎだ？ふざけんな、バカ野郎。仕事を舐めてる。これはあくまでみんなからの支援だよ、支援。放送を継続するためだったりとか生活がね、生活が裕福になるような、それの支援だよ。
ジョニー・デッパーでした。それをね、稼ぎ、仕事と同等のレベル見るなんて、恥だわ。小安いらっしゃい。いつになったら、香川、まあ、潰れないんじゃない？少ない人数でもアイテム投げれば生き延びれられるんだから。微熱いらっしゃい。うん、放送で得られたアイテムは収入とか、まあ、収入だよ、主が。収入ではあるけど、うん、それか稼ぎの収入かって言ったら違うんじゃないかなと俺は思う。稼ぎの収入。うん、だって何を稼いでんの？お金を稼いでるんでしょ？うん、じゃあ何をやって？うん、何もやってないじゃん。太鼓叩いてるだけでしょ、うん、しかもみんなの気まぐれでしょ？放送枠いられたって、じゃあ稼げない時があるでしょ？うん、それを仕事って言ってる時点バカな。どっかに便乗し続ける、うん、まあ、ハイエナみたいなやつ。うん、俺だって、俺、あいつの放送をなんとなく想像できるよ。俺の話、俺の話、俺の悪口を言って、悪口を広める、ね、あることないこと言う、そんで、うなちゃんまんの悪口言って、あることないこと言う、朝比奈の悪口言って、あることないこと広める、つばにゃんのこと言って、あることないこと広げる、まあ、こんなもんだろう。うん、つか見なくてもわかるんだけど、うん、見なくても今このふわっちで配信者のヘイトが多いだろうなと簡単に考えられる、バカでもチョンでも考えられる、ね、そういうところを漁ってるだけだろう。そうだろう。だから例えば他の今ね、ゼロワンとかが多分問題行動とか起こしたりとかね、なんかいろいろやったりとかしてるけど、そういう人間たちは叩かないの。なんでかって言うと、あいつ潰されちゃうから。過疎だから。ああ。そうそう。できないよ。潰されるから。うん、あそこ見てて近所の井戸端会議くらいしか思わない。ムーラいらっしゃい。まあそりゃそうだよ、うん。近所のおばちゃんの井戸端会議レベルだ。うん、ゲーム配信やったらね、女もね、30名とかしかいねえんだから、うん。分析なんかしてないよ。でんがらまんがな、でんがらまんがなって言ってるだけ。うん、お店だ会社だと言ってるには配信がメイン。会社、うん、会社は立ち上げたけど、会社はなんで立ち上げたかって言ったから、そのね、税金対策やらないやら含めて、そのお店も会社だから、あれ。そうそう、お店も会社のね、うん、会社の一部なので、つうか、俺は自分でさ、自分のこと賢いとは思ってないよ。何かに長けてる話とかそういうものはあるけど、香川くん、お前何もないじゃん。お前敵屋の話一生してろって思うもん。お前が話せることは敵屋の話だけ。それ以外は何もありません。うん。まず会社として、会社の社長としてのね、なんかね、そういう才能もないだろうし、つうかないだろうし、つうかそれが出てないよね、現在進行形では。出てないし、店の経営者としてどうなのか。まあ、出てないよね。普通の営業じゃない、営業スタイルじゃないんだもん。リスナーからね、酒をね、こじってね、その酒を提供するお店でしょ？あ、よく考えてみなよ。リスナーからお酒が提供されるんだぞ。リスナーさんが、送ってくれるわけよ。でもそのお酒さ、じゃあさ、ね、そのリスナーさんが悪意あってさ、毒が入ったらどうすんの？味見も何もしないで提供するのに。そういうところだから。だから、仕入れ値っていうのか、仕入れ値が普通のお店と比べたら安いわけよ。仕入れるものが限られてるから、珍しいお酒も出せるので。まあ、そこら辺は賢いなとは思うんだけど、そこら辺はね、お酒を仕入れているリスナーさんからいろんなところの地域のお酒が入ってくる。だから、っていうのね、だから、その部分で、費用がかからないから、賢いなと思うけど、でもそのお酒に対して、何も、リスナーを信用して、もし毒が入ってるかもしんねえし、まあそういうところは分かってない。うん、あの人、炭入ってる。うん、筋彫りが入ってるよ。衛生管理、まあどうだろうな、店はまあ小綺麗だよ、でも。小綺麗。
職員もそうだよ、職員もそう。リスナーさんから送られてきたものを提供している。全部が全部ではないけどね。で、働いて自分が気に食わないと、ね、女の子の従業員殴る。それは事実だろ、全部。うん、事実。で、忘れてしまったカバンを返してくれない。これも事実。被害者だから。忘れて、お店にね、忘れたカバンを、そうそう、後日電話して、従業員の方に電話して、返してくれって言ったら、じゃあ店の方で保管しとくって言って、で、ね、経営者である香川に連絡して、送ってくれっていう話で、分かりました。じゃあ、送りますわって言って、送らないっていう。うん。そんで、カバンは行方不明という。うん。まあ、びっくりだね。僕のリュックを返せ。リュックだかカバンだかを、うん。多分リュックだと思うけど。結構お気に入りのカバンだったの。本当に使いやすかった。そういう店です。まあ、カバンの中には何も入ってないけどね、うん。多分スマホのバッテリーが入ってるか入ってないかぐらい。うん、そう。まあ、いいんだよ。まあ、そんなね、あの小銭程度の、うん。まあ、そんな店です。じゃあ、従業員のバイ、ね、バイト代はどうかって言ったら、従業員、時給制じゃありません。従業員の女の子がお客さんに一杯飲んでいいよって言ったら、その分が自分のバックです。まともに従業員のさ、従業員に時給も払えないようなお店でさ、ね、配信者香川だからさ、暴露されたりとかいろいろあるんだろうけど、最初は甘い言葉を吐くんだろう、多分。マジで、そんでぶっ飛ばすんだからね、女の子ひって店だよ。まあ、給料は払われてんじゃないかな。給料はちゃんと支払いされてんじゃない、そこまでは。そんなバイト好き。だから一時期七色っていう配信者がそこで働かなくなったよね。そりゃそうだよね。おごってもらわないと自分のお金にならないんだから、はっきり言って無時給になる可能、無時給っていうか、一日働いたって0円の時があるってことだよ。簡単に言えば。そうだろ。おごってもらえなければ、お客さんからおごってもらえなければ自分にバックが来ないんだから、お金にならないでしょ。接客してるけど、結局はお金にならないっていうことだってあり得るでしょ。まあそこにアンチが騒いでるっていうか、結局まあ僕のアンチを集めるだけの放送だから、まあ仕方ないんじゃない。最低賃金ない場合もあるってことで、球場のビール売りなシステム。そう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 。でも球場のビール売りは売れるじゃん。あそこに来るのって配信者がたまに来るのと、あとは常連リスナーだからね。香川の放送と一緒。悪い。香川プロの放送と一緒でな、通常放送も常連の少ない30人ぐらいのリスナーだけでギャー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 やってるだけでしょ。そんで、たまに俺の話題とか、うなちゃんまんの話題とか、朝比奈とか、ね、つばにゃんの話をしただけ、ね、見たことないリスナーさんがわーって、こうやって来るでしょ。うん。一緒。やり方は。な、俺の話題とか、うなちゃんまんの話題をした時だけ、知らないリスナーがバーっと来る。で、それ以外は通常の30人ぐらいで、小さく回してんだよ。天玉そばいらっしゃい。そんなもんよ。情けない。香川がディスってるのってプロだと思うのは、騙される傾向にある人だよ。香川の言ってることって何の根拠もなく、ただ俺をディスるために、俺がだって悪いことしてないのに俺がディスられてるわけでしょ。お金を盗んだどうこうだ、俺の責任だどうこうだって、無理くりもひどすぎだろ。はっきり言って。無理やりすぎるんだよ。それに騙されてる人間って、俺はお金を借りてないのに、ね、俺がお金を返すべき。